とりあえず時事テレビか。はい、皆さんこんにちは。ビデオガーナリクとビデオブロガーナリです。今日は2013年10月2日水曜日、そしてこのチャンネルをここ最近僕が気になっているニュースことを皆さんに勝手に紹介していくものです。ということで早速行きましょう。まず最初はネット用語に関する話なんですけど、インターネットで一番流行の回転早い用語ってツイッターで使われる用語だったの皆さん知っていましたか？これはインターネット用語について20代から30代の男女200人にアンケートして分かったことなんですけど、 Now、Done、Will を語尾につけるのは死語だと思う人は 60% を超えたそうです。僕は未だにツイッターで Now 使っちゃいますね。ツイッターでは逆に2ちゃんで使われてる用語って結構長く使われてるものが多いみたいです。KWSK 詳しく教えて、これを主語だと思う人は 47.5%、 DQN ドキュン、これは 42.5%、 他にはネトウヨが 39.5%、 ステメが 36.5%、 炎上、これが 26% で、未だに使われてるものが結構こう多いんです。ただ希望しますの希望ぬ、これは 62.5%、 激しく同意の意味のハゲドウ、これは 53.5%。 この2つを使うと半分以上の人がちょっとそれは死語なんじゃないのって思うみたいです。2ちゃん用語のステマとか炎上もこれは流行語じゃなくて普通の言葉になっていますよね。ただツイッターに関しては確かに流行語の回転早いなって思います。多分ツイッターではハッシュタグの機能があるから、みんな新しい言葉を作ってそれが流行語になりやすいんじゃないかなって思います。ツイッターとか2ちゃん全然関係ないんですけど、いつやるの、今でしょなんていうの使ったら、え、今何使ってんのってなりますよね。とりあえずネット用語を使うときは少しだけ周りの流行に気をつけた方が良さそうです。ハッシュタグ右へ習え。次は予言に関する話なんですけど、皆さんロンバードさんっていう超能力者覚えていますか？アメリカの経済誌フォーブスに唯一掲載された超能力者なんですけど、実はこの人がツイッターで世界、それと日本が危うい状態にあると予言したんです。これがそのツイートなんですけど、日本語訳にすると、日本は軍の崩壊とともに24時間以内に恐ろしい局面を迎える。そして最後にロンバードさんは、もし24時間以内に状況が変化しなければ日本は大きな危険にさらされることになるだろうとツイートしています。ただ一番最初の予言の時間を見ると、昨日の午前5時14分にツイートしているんです。おかしいっすね、何も起こってないっすね。なんかこの前は自然災害の発生を予言していたんですけど、次は昨日起きた話なんですけど、ミノモンタさんの次男がまたまた逮捕されてしまいました。再逮捕の容疑は8月13日の午前1時頃、港区のコンビニの前の路上で酔っ払っていた40代の男性会社員からキャッシュカードや携帯電話、これらが入っていたカバンを盗んだ疑いがあるんです。しかも犯行の様子が防犯カメラに映っていて、通行人も目撃していたそうです。窃盗未遂の容疑で逮捕されてしまったミノモンタさんの次男、緑川優斗容疑者は弁護士と相談して話すと供述しています。そしてその後、緑川優斗容疑者は弁護士と会ってから今回の容疑を認めました。彼は被害者に申し訳ない、やり直すために全て正直に話すことにしたと謝罪しています。次はヤバい話なんですけど、先週から話題になっているある一本のビデオがあるんです。そのビデオは消防士が火事の現場から瀕死の子猫を救出するものなんです。消防士が通報を受けて行った部屋の中には子猫がいるんです。そこで消防士は子猫に酸素吸引をさせて水をかけて救命活動を試みるんです。すると子猫が息を吹き返すんですけど、今このビデオが世界中で話題になっているんです。救出された子猫の名前は幸運ということで、ラッキーっていう名前が名付けられたんですけど、実はこの後すごく悲しい話があるんです。その悲しい話というのは、ラッキーは救出された夜に亡くなってしまったんです。ラッキーは残念ながら亡くなってしまったんですけど、それでも救出した消防士は本当にすごいと思います。ということで最後はちょっと悲しくなってしまったんですけど、小さな命を助けた消防士の勇気のある行動を今日のヤバい話にさせていただきました。次は皆さんに僕のおすすめのビデオの紹介があるんですけど、まずはジャスティン・ティンバーレイクの My Love、 この1曲を合計13のジャンルの音楽でアレンジして演奏したビデオがあるんです。2本目は iPhone に関するビデオなんですけど、これはマジですごいです。なんと歴代の iPhone を 2G から 5S まで並べてスピード対決させたビデオなんです。次はメタルギアソリッドのビデオなんですけど、これはトレーラーとかプレイ動画じゃなくて実写版のビデオなんです。このビデオはメタルギアソリッドのファンの人たちが作ったビデオなんですけど、クオリティがめちゃくちゃ高いです。次は建築に関するビデオなんですけど、スペインのサグラダ・ファミリア、これが2026年までに完成するってことで、完成形までの建築過程の様子のビデオがあるんです。最後はヤバい話で皆さんに紹介した消防士が子猫を救出するビデオです。全部で5本のビデオは1つの再生リストにまとめました。再生リストのリンクは下に載せておきました。パソコンの人はこのまま見ることができるんですけど、スマートフォン、iOS、Android の YouTube のオフィシャルアプリをインストールしないと再生リスト全く使うことができません。ということで iOS と Android の YouTube のオフィシャルアプリのリンクは下に載せておきました。まずそっちをインストールしてから再生リストを見てみてください。ということで今日は以上です。今日一番最後に消費税増税の話をしようと思ったんですけど、ちょっと時間がなくなってしまったので、また明日余裕があれば話そうと思います。今日皆さんへの質問は、一番最初のネット
ットの死語に戻ってこちらです。あなたがネットでこれは死語だよねって思う言葉は何ですか？下にコメントを残してください。お願いします。今日皆さんに紹介したニュース出来事はすべて下にリンクもしくは僕のブログビロガーのアリ日記に載せておきました。その他今日僕が気になったニュース出来事は僕のブログビロガーのアリ日記だけに載せておきました。ということで今日も最後まで僕の話を聞いてくれてありがとうございます。また明日お会いしましょう。以上ビロガーのアリによるとりあえずじりってみたでした。じゃあまた。